第3次マケドニア戦争。第3次マケドニア戦争。第3次マケドニア戦争。イタリア語、テザ・グエッラ・マスドーナカは、共和制ローマとマケドニア王国、アンティゴノス朝の間で争われたマケドニア戦争の三目にあたる戦争であり、紀元前171年から紀元前168年まで行われた。最終決戦となったピュドナの戦いで、ローマ軍は、 マケドニア軍に対象して、アンティゴノス長は断絶した。また、共和制ローマによる、ヘレニズム諸国征服の端緒となった。共和制ローマは二度のイリュリアとの戦争に勝利を収めるなど、アドリア海やギリシャへ影響力を増しつつあった。紀元前229年に、マケドニア国王に即位したピリッポス五世は徐々に、自らの勢力圏浸透しつつあるローマに危惧を抱いていた。 カルタゴとローマとの間で、第二次ポエニ戦争が勃発した気を捉えて、ピリッポスはカルタゴと同盟を結び、アドリア海を呼び、ギリシアに対するローマの影響力排除を図った。ハンニバルがザマの戦いで、ローマに敗北し、カルタゴが降伏した後も、ローマと戦ったが、キュノスケファラインの戦いで完敗を喫して、和睦を結んだ。以後、ローマの同盟国となり、 ローマシリア戦争で、ローマへ支援を行うなど、親ローマへ舵を切った。紀元前179年に、ピリッポスが死去、後継のマケドニア国王としてペルセウスが即位した。ペルセウスはピリッポス時代までのローマを刺激しない親、ローマ路線を修正し、まずはトラキア人への備えと称して、軍事力の増強を図ったが、この動きは、ギリシアや周辺国家に脅威を与えた。 東方への勢力拡大を図っていたローマは、マケドニアの勢力が復活し、ギリシアへ影響力が浸透するのを阻止するため、ペルガモン王国からの支援要請を受けて、紀元前171年にマケドニアに対して戦線復刻し、バルカン半島への侵攻を開始した。周辺国家は、ビジュニアが中立となった以外は、セレウコス朝やアカヤ同盟など大部分が、ローマ側に味方した。 ローマ側はその年の執政官の一人、プブリウスリキニュースクラッススが軍を率い、ペルセウスと戦ったが、カッリキヌスの戦いで敗退を喫し、3000人以上の兵士を失った。戦死2500、捕虜600。ペルセウスは、ローマに対して和平条約の締結を申し込んだが、ローマはこれを拒否した。紀元前170年、執政官。 アウルス・ホスティリウス・マンキヌスがマケドニアへ攻め込んだが、ペルセウス軍はこれを撃退。ローマ側はマケドニアに対する攻め手をかき、マケドニア侵攻は不守備に終わった。紀元前169年、ペルセウス率いるマケドニア軍は、ローマの失政官、クイントス・マルキウス・ピリップスが率いるローマ軍を、天平均衡で包囲したが、完全勝利へ結びつけることはできなかった。 この時点でマケドニアは度重なるローマの干渉を知り添けたため、ディオンなどの宗教都市を含む要衝制圧、ギリシアへの浸透に成功した。ペルセウスは同じヘレニズム王朝であるセレウコス朝やペルガモン王国に対してマケドニアに協力するよう要請したが失敗に終わった。ただし、イリュリアをゲンティウスの指示を得ることには成功した。紀元前168年、ローマは スキピオアフリカノスの議定にあたるルキウス・アイミリウス・パウルスを失政官に選出した。アイミリウスは直ちに軍を率いて二方面作戦を開始する。アイミリウスはプブリウス・コルネリウス・スキピオナシカ・コルクルムを部隊長とする小隊、兵8200、機兵120を派遣。コルクルムは夜のうちにアドリア海の海岸沿いに進軍してマケドニーの西部へ出現した後、 北東部のピュティオンへ移動して、後輩からマケドニアを突く構えを見せた。しかし、ローマの脱走兵によってこの動きは察知され、ペルセウスは兵一万二千の別動隊をコルクルム軍の迎撃に当たらせるべく派遣した。ペルセウス自身は、ピドナ銀行の平原の南にあるカテリニの銀行に陣を構えた。しかし、アイミリウス率いるローマ軍は、ブルンギシウム、ゲン、 グリンディジからギリシア本土へ上陸、バルカン半島を北上してマケドニアを目指しており、途中でマケドニア軍を破ってローマ本軍へ向かっていたコルクルム率いる別動隊を合体した後にローマ軍はカテリニに宿営しているマケドニア軍の前に姿を現した。ローマ軍はオロクルス・アラクリス山の西側に陣を張った。戦闘の前夜は血色であった。アイミリウスは ローマ軍兵士に対して当日は月食となる旨を通告していたためローマ軍に動揺はなかったがマケドニア軍内では月食を王国の終焉を告げる前触れと感じ士気は低下した。後世、ピュドナの戦いと称される戦闘は紀元前168年6月22日の午後に開始された。戦闘開始のきっかけははっきりとしないが マケドニアに味方して戦っていたトラケア兵が、ローマ軍の挑発に乗りたことなどとされる。両軍の兵力には大きな開きがあった。ローマ軍は2個軍団から構成された約2万9千、不評2万4500、騎兵4500であったのに対して、マケドニア軍は、ファランクス2万戦を含む、約4万4千五もの大軍であった。ただし、騎兵の兵力はほぼ同数であった。 ローマ軍はニコ軍団を中央に配備して、側面にはラテン人、イタリア人やキリシア人などのアウクシリア、さらに左右翼部に戦像22頭とローマ機兵部隊を配置した。マケドニア軍はファランクス部隊を中央に置き、マケドニアこの A 部隊3000を左翼に、軽装不評部隊や各国からの傭兵部隊、及び同盟国のトラキア不評をファランクスの両側面。 ペルセウス自身が率いる神聖部隊、セイクリットスカドレン、マケドニア騎兵部隊やトラキアのオドリシア、騎兵部隊が最右翼に配置した。両軍の激突は15時頃であり、まずはマケドニア軍のファランクスがローマ軍陣地に向かって徐々に距離を詰めにかかった。アイミリウスはファランクスの前進に合わせて各部隊に最小限の応戦をしつつ交代をするよう合図を送り、 初段階はローマ軍がマケドニア軍に対して敗走した形で推移した。さらにファランクスはローマ軍陣地のあるオロクルス山麓まで前進したが、この段階で密集体系が基本のファランクスは密集状態を崩した状態であった。アイミリウスは投げやり、ピルムの投敵を行った後にローマ軍団に対して密集状態を崩して、 隙間ができていたファランクスの隙間を狙って、側面からの攻撃を指示した。ローマ軍の持つ長い剣や重装備は、ファランクスの持つ探剣や軽装備をたやすく打ち破り、ファランクスは階層に転じた。ファランクスの階層を見て、勝敗が決したことを悟ったペルセウスは未だ戦闘に参加していなかった新生部隊や騎兵部隊と共に逃亡した。ペルセウスや騎兵部隊が、 戦場から離れた後もマケドニア不評部隊及びファランクスはローマ軍と戦ったが3000名のこの部隊を含む2万5000名の兵士が死傷、ローマ側は1000名前後の死傷者であったと伝わっている。実質的な戦闘は約1時間であったがマケドニア軍の総統が日暮れ過ぎまで行われた。なお、この戦闘にはアイミリウスの息子で スキピオ家の養子となっていたスキピオ・アエミリアヌスが参戦していたと伝わっている。ペルセウスは王とペラまで逃れたが、住民はペルセウスを入場させずに追い払った。ペルセウスはサモトラキ島まで逃亡したが、結局アエミリウスに降伏した。紀元前167年、ローマでのアエミリウスの凱旋式において、ペルセウスは手枷、足枷をはめられた上で、 ローマ市内を引き回された。ペルセウスは、外戦式が終わった後に投獄されたが、アイミリウスの支援もあって、ほどなく釈放され、アルバで余生を過ごしたと伝わっている。マケドニア王国に組みした都市は略奪され、住民は奴隷とされた。また、アイミリウスは中立を保って、マケドニアへ支援していなかったエピロスも攻撃して、市民約十五万を奴隷として連行した。 アンティゴノス朝が支配するマケドニア王国は消滅し、四つの自治領へと解体された。アンティゴノス朝消滅から二十年後の紀元前148年に、マケドニアでキコタた反乱、第四次マケドニア戦争を鎮圧したのを機に、紀元前146年に四つの自治領も廃止され、周辺地域も編入した上で、ローマの属州、マケドニア属州となった。ピュドナの戦いは、 アレクサンドロス三世以来のルーツを持つファランクスをローマ軍の柔軟な戦術が破っての勝利であると考えられているがペルセウスの戦術上の失敗とローマ軍との交戦を避け、マケドニア騎兵部隊の入弱な姿勢によるものとの意見もある。ただし、ピュドナの戦いでローマ軍の不評部隊が正面からファランクスを撃破したと証明されたことは明らかである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。